また出れて嬉しいっす。ある程度のプレーは見せたいっすよね。134ヤード。はい。えぐいな、これでも。うまい。めっちゃうまい。ナイス。ありがとうございます。うまい。最高じゃん。めっちゃうまい。7番パー4、321ヤード。第3話、ドヤバサ、またしても2話終了時にバーディーを取らせていただいたので、バーディーバーディーか。バーディーバーディー。話の終わりでバーディーを取る男。そう、ここちょっとトリッキーなんですけど、ね、左があれを超えるとすごく広い。そうだね、広い。ちょっとこのレギュラティの場合、どういう距離感なのか分かんないですけど、まあ左に打っていこうと思います。変に刻むより僕は、うん、あの小さい木の上ぐらい。はい、ちょっとこれ右すぎるぐらいか。そうですね。でまあ右も傾斜、まあまあ大丈夫だと。ちょっとヒールに、うん、ナイスヒール。ありがとうございます。今のはナイスヒールだ。ナイスヒール。なかなか左に出せないな、これ。出せないですね、うん、ピョコって出てるやつがすげえ気になる。うわ、ほんと右向いてくからな、ここのティーグラウンド。うん、あー、おー、あー、あー、これやばい。行くな。どっちだよ。ちょっと行くなって言った。本性が出てんじゃん。やば。やばすぎ。おかしいだろ。5番ウッド。いいですか今日。これ本当面白くなくなっちゃうから。ドライバーばっか打ちたら。俺帯打ったから。できます。集中集中。よろしくお願いします。うん、ナイス。じゃあ僕暫定打ちます。はい。暫定2番から1番。はい、考えちゃったな、スイング。サイさん、これレギュラーっていうのが難しい説ありますね、ここ。いや、でもここバックむずいんすよ。あ、バックもむずいっすか。うん、バック俺叩いたイベントで。うん、よいしょ、よいしょ。これは完璧。これもうグリーン近くまで行ってるな。だね、多分1球目もね、結構近くまで行ってれば大丈夫説あるんだよね。あ、右広がるんすか。いや、多分広くない。スライスしてたもんな。知ってる、翼、これ演者なの。いや、知ってます、知ってます。面白くすることをたけて、たけちゃん、たけし、たけし、ほんと分かってくれてんだよな。たけしさん知ってる。たけしさんって誰か分かる。たけしさん、うん、さん、おい、あー、ちょっと、おい、これ今のお前言うなって。これ今のピー入れてください。名字は本当に出してないんだ。今のは本当ピー、本当エディターの方ピー入れてください。あー、バスさん、もうこれいいよ。これもアウさんに、うん、言っちゃってんじゃないですか。いやいや、だって誰かって言わなきゃ分かんないんですよ。いや、分かる、たけし、みんな分かるから。たけしは、たけしはみんな分かってる。あー、あのたけしさんですねって。あー、もうアウさんと呼べばいいもの。なんで名字言っちゃうかな。アウさん、ちょっとやばい、やばいです。まあでもアウさんもね、もう時間の問題ですよ。こうやってイベントとか、まあね、競技とか出てたら、うん、そう、結果検索したらもうフルネーム出てんだから。60ヤードです。60、フォロー、フォロー。58、ナイス、止まった。ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。ダイリーチャンス。キャリーでバンカー入ってた。右行ってれば乗ってましたね、これ。いや、でもあそこに置けない、安くのところ。確かに。いや、中途半端な距離、また残ったな、バンカー。32ヤード、5パチでいきます。5パチ。うん。ナイス。いいとこ行きました。30ヤード、58度。30ヤード、58度。お、いいぞ。あ、近いやつ、左です。ナイス。僕、3m、 3m、 ボギーパット、ボギーパット。チョイスラスか、これ。気持ちね、気持ち。あー、切れたか。惜しい。どうも、OK、どうもい。2m 弱、バギーパット、バギーパット。これもカップ内側に近い打つ。うん、あー、風がすごい。いやー、いやだ、オッケー、イエイ。翼、一気に3打縮まる場合ぞったら一歩半です。これでもちょっと入れたいですね、これは。切れないだろ。切れます。え、切れる、これは切れるの。はい、
下りの1個半、ボール1個外し。ナイス。ナイス。ナイバー。並んだじゃん。あざす。サンダ。サンダ？サンダ。スリーオーバーだろ今。スリーオーバー。なんだよ。うまいね。ヤスさんパワープレーね。やばいぞこれ。これ俺後半崩れる流れだな。いやでも大体2は5番から崩れてたじゃん。確かに。うん。でも今日2は崩れてないから、ね。落ち着いてできてない。うん。多分こういう短いコースはね、本当キーショットだね。そうっすね。だからね、やっぱ白の方が落としどころがクソ狭いよね。白だとドライバー持っちゃダメっすよね基本多分。そうなんだ。でやっぱドライバー持てないとダメっすよね、ショーミー。それそうなんですか。そう、それ最近さ、ショーミーショーミーってずっとショーミーショーミーショーミー口癖しない方がいいよ。ショーミーウィンクウィンク、俺ら世代じゃないから。でもマネジメント大事っすよね。それは本当に思います。クレアさんはマネジメントっていう辞書にない。マネジメントバカだからね。マネジメントバカってすげえマネジメントするやつ。8番パー3、132ヤード、実測は140ちょいかな。142でね、P で風左からだね、グリーン上は結構いいな。うん、ちょっとまあ左は危険だからね、まあ、ピンの右側を狙います。まあピン狙いかな。うん、まあちょっとこぼれちゃうか。短い。うん、ちょっと薄かったよね。あれマジ鬼門だな。9番打ちます。はい。これもやっぱちょっと嫌なんだろうな、左に打つのがね。ナイス。しかもなんかこぼれそうですしね、簡単に左。じゃあ僕9番。はい。カッ、カッ、やばい、おい、やばい、お、あ、木だ、木に当たった。おい、あれ、こいないの。うっそ。いや、俺も、あの木は余裕で、あれ、どこ行ったなと思ったらさ、あの手前にポトってほしい。木の奥取ってたら、木に重なって手前落ちてきましたね。おい、マジかよ。いやなんかこれ上空やっぱすごい吹いてるんですかね。流れ翼に来てんな。ちょっとヤスさんです。そうだね。ここ鬼門ですよ。いやでも普通にゴルフしててもやっぱこの場面をいかにパーで上がるかみたいなとこありますもんね。そうですね。いやー俺変なところ行っちゃったな。間空いてないかな。空いてればいいっすね。うーん、はい、あーでもゴール見えてた。いや本当にね、木に重なって落ちてきたんですよ。いや嬉しいっすね、久しぶりに出れて。本当に空いてる、絶対空いてる。心の叫び。空いてる、空いてる、すごい。40ヤード62度。とりあえずこんな感じですね。おお、ナイス、完璧。28ヤード。ちょっとライが悪いです。はい、ちょっとつっついちゃったかこれ。あ、まあまあまあ、ちょっと外だね。そうっすね。あ、入ってる。え？ボール。B じゃないそれ。ほんま。ホールインワンしてるボールが。多分どっかからミスって入っちゃったのかな。どんな確率だよ。ホールインワン取るよりダメじゃん。さあ翼が20ヤードぐらいか。20ヤードっすね。ないんやっぱ分かりづらいっすね。もうほぼまっすぐ気味でいきます。はい。気持ちフックするかな。おー、ナイスアッチ。オッケー。フックすら登って下り6歩半。パーパット。パーパット。いいインパクトしたね。うー、下れ。あー、ライン乗ってた。惜しい、オッケー。出ます。止まい。2.5 メートル。2.5 メートル。パーパット。切れないか、これ。切れんのか？ちょっと切れるね。ナイスパー。ナイス。面白くしてるよ。ナイス。今ナイスですね。ああ、そっからね。ね、あ、
あの木なんて眼中なかったからね。なかったっすよね。みんなでキョトンとしてたもんな、ボレーをしてくる前。あ、ボレーねえよ。えって奥行っちゃったのかなって思ったけど。いやでもナイスパーしたね今のは本当に、うん、これワンチャンだから、ヤス君がいつも通りプラス半でね3つ上げてたら結局今2アンダーだからね。そういうことっすね。5打差。これスクラッチで勝っちゃったらとんでもないことになるぞ。9番パー5、505ヤード。いや、今、9話目の、ごめんなさい、間違えました。え、間違えました。何、何 ?9 話目。お願いします。お願いします。まあ、多分。キック次第っすね。やばい。一応暫定だな。多分あると思うけど、一応ずっとじゃん。行って OB だったらまたこっち、自分で走って持ってこいけど。大さん。何？右が呼んでる。気をつけて。呼んでねえよ。全然左向けばいいね。ハートも。ハートしか見えない。いいか、吹いてるからさ。しょー。おー、流されるね。まあまあ、あれは大丈夫だよね。うん。しょ。ナイス。はい。完璧。打ちたくないのよ、暫定って。こういう狭い。もう一球打てるっていうふうにプラス考えましょう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。余談でした。あ、オッケー。あれはキックしてくんじゃない？あ、多分谷底だと思う。そうですね。ちょっとセカンド狙えなそうなのが気になるぐらいで。あ、そう、左グリーンか。暫定球。あの右怖いっす、ね。右なんかね行っちゃいそうな感じあるもんね。暫定球11番から11番。怖い。怖い。こっちは大丈夫です。変なことしないから。本当ノンノンとよく言うな、11番から11番って。まあこれ大丈夫か。あ、これ大丈夫、大丈夫、大丈夫。ヒヤッとしたら今。いや、今日左引っ張れねえな。触れない、左に。触れない。ビビってる。ビビってんの？ビビってる。コースに。安ゴルフ規制にビビってる。何がビビることがあるんだよ。自分で出てくれなかったくせに。本当ね。いや、本当嬉しいっすよ。また出れて。この一回限りになんないよね。どうだろうな。まあ、それはまあ視聴者ね。いや、視聴者さんはやっぱバスさんを動画でしか見てないから、ああ、まあまあまあ、出てくださいって言うんですよ。ああ、そうね。ぜひバスさんとねリアルでお付き合いしてみていただきたい。一日ちょっと密着して隠し撮りしたいぐらいだもんね、本当に。結構みんな好きになっちゃいますけど。あ、ごめん、なんでもないです。え、危ないからな。今日もうちょっとハッスルしてくんない？テンションですか？ごめんなさい、ちょっと OB が多くてそこで落ちちゃって。いけ、俺もカットだな。朝毛食ったんか？朝毛。もうすぐ夕毛だね。アレンジしてきた。あ、でも大丈夫っすね。広くなって。俺もやばいの多分。ありました。あった。オッケーオッケー。つま先下がり危ないんでアイアンで刻みます。残り230ぐらいだね。5番やん。5番やん。オッケー。おー、ナイス。残り200ぐらいなんですけど。はい。切ってます。まあ、P で刻みます、はい、このヤーデージクイの方向に。はい。おー、ナイス。いいところ。うん、あ、この辺来ました。ナイス。207ヤード。207ヤード。6番アイアンで一応狙いますけど、はい、まあ、手前に残っても全然 OK。 はい、セカンドショットパー5。おー、いいスイング。ちょっとこれ見えないわ、こっからじゃ。ナイス。やっぱ捕まったな、ちょっと。捕まりました。ヒールからこう入った感じですか？まあちょっとラフのせいでヘッドがかぶった感じ。かぶった感じ。相当開いてたけど、ピンの方向に行ったから、まあ、結構深かったっすもんね。深かった。78ヤード78ヤード58度で3打目ですね。はい、いい手前です。つま先というかちょっと一段足元と違うあれなんですけど。そうですね、つま先上がり。ちょっとピンの右側狙って。はい。フォローが嫌だなこれ。うまい、これいいっすよ。完璧。ナイス。ナイス。ナイスマネージメントでしたね、これは。50ヤードです。はい。フォロー左40イメージ。あー、ノー、はい、あー、ナイス。ありがとうございます。あー、ちょっと待っちゃったね。ワンピンぐらい。ナイス。ありがとうございます。あ、近っ。15ヤード。はい。そのままで OK です。
うまい。入れ、入れ、入れ、入れ。うまい。ナイスイーグル。ナイス。うわ、見せた。ナイスイーグル。戻したで。荒れてんな。オッケー。あんま綺麗な空だ。香ばしい距離が残っている。散歩。わあ、素晴らしいイーグルでしたね。決めろよ、翼。はい。右カップスだね。もうね、あー、決めないんだ。風だね。風だったね、今ね。完全フォローに乗っちゃったね。バーディーパット1メートル。はい、さあ、平らに戻すのか。これは戻したやつね、しっかり行きます。はい。おー、ナイスバーディー。なんと、3バーディー、3ボギーか。3バーディー、3ボギー。なんとなんとパワープレイヤスくんだ。で、俺がワンオーバーで翼が3オーバーと。あーなんと前半はヤスくんがリードと。おバッサーなるな。俺ワンオービー、翼ツーオービー。私はスリーオービー。スリーオービーでスリーオーバー。スリーオーバー。すごいじゃん。スリーオービーでスリーオーバー。すごいよ。ということでね、前半戦ね、こちらで終了になります。はい、まだまだ全然わかんないと思いますんで、天気持ってくれていいんですけど、はい、ね、そんな感じで頑張っていきたいと思いますんで、後半もよろしくお願いします。お願いします。